しまっています。なかなかその避難場所、高いところに避難する、これがまた難しいことであったんだなということも感じました。中尾さん、中尾さん聞こえますか？お話できますか？はい、岩手のその三陸沖というのは、はい、津波がまあ起こり、頻繁に起こりうる地域ということで、住民の方もまあ慣れてらっしゃるというか、そういったことをこう意識としては持ってらっしゃったかと思うんですけれども、これ実際に中尾というのは、ここに住んでる方はもちろん全員が強く認識している、そんな土地なんですね。そんな中なんですけれども、ここまでに被害が及ぶということは本当にその方も想像が及ばなかったというふうに言っていました。それで最初の時点に、例えば数値、津波何メートルの津波が襲ってきますよということが伝えられた時に、まさか防波堤を越えてこれほどの大きな被害がということは想像がつかなかったようなんですね。何度も津波が襲ってきている、そしてそれをまた乗り越えてきている町の方だったからこそ、そういう方の中に逃げ遅れた人がいたんだと、そういうふうに話をしていた言葉がありましたね。なるほど、はい、ありがとうございました。本当にそういう過去にもあった場所でも、それでもああいう大きな地震があって、はい、まあ、時間があったとは本当にあっという間ですよ ね、巻き込まれてしまったということになるんだと思います。はい、もう一刻も早く一人でも救出されることを願うばかりですね。はい、そうですよね。まだ今行方不明の方たくさんいらっしゃいますから ね、で村上さん、はい、新しい情報が入ってきましたね。そうですね、その岩手県でまた新しい情報が入ってきました。はい、消防庁によりますと、岩手県の山田町でプロパンガスの爆発による、内にある中学校から見る限り、隆起した国道といくつかの大きな建物が残っているだけです。確認できる建物はホテル、病院、マンション、そして港から1キロほど離れた警察署とごくわずかです。南三陸町ではベイサイドアリーナなどに数百人が取り残されているということです。孤立住民は全部で900人ほどとも言われています。死傷者の数はまだ分かっていません。漁港から500メートルから600メートル離れた志津川病院では、大津波で4階部分まで浸水しました。そしておよそ150人が取り残されていましたが、続々と志津川中学校に避難してきたということです。志津川病院ではおよそ150人が取り残されていましたが、続々と志津川中学校に避難してきたということです。こうした状況は県内各地で発生しています。国交省によりますと、昨日午後5時現在、仙台空港では1200人がターミナル内に取り残されているということです。しかし、すでに救出作業も始まっていて、自衛隊などによって体調の悪い方36人が救出されたということです。救出作業始まっていまして、体調の悪い方36人が、仙台空港ターミナル内から救出されたということです。